省エネルギー工学研究室教授の横山博史です。本研究室では低環境負荷の社会の実現を目指した研究を行っています。特に流体力学を基盤とし、電気力学、音響学、熱力学、計算力学などの分野に関連した融合的な研究を行っています。研究分野のキーワードとしては電気流体力学、空力音響学、熱音響工学、数値流体力学などが挙げられます。教員としては私、横山と西川助教の2名が所属し、研究室を運営しております。具体的な研究テーマについて西川原から説明します。送風機など流体機械の高性能化、低騒音化、工場や輸送機関排ガスにおける CO2 分離回収、先進宇宙気熱制御デバイスの開発、次世代熱流体機器の開発などを行っています。私は小型軸流ファンを対象とした研究をしています。軸流ファンの性能としては、大きな流量や高い圧力上昇を発生させることであったり、低騒音であることが求められます。しかし狭い空間に設置された場合などには発生圧力が低下したり騒音が増大することが問題となります。そのような問題へのアプローチとして、こちらに示しているプラズマアクチュエーターと呼ばれるデバイスを用いることを目標に研究を行っています。プラズマアクチュエーターはこのように電極で誘電帯を挟んで構成されていまして、数キロボルト、数キロヘルツの交流電圧を引火することによってプラズマの発生に伴ってこのような流れを予期します。このプラズマアクチュエーターをファンの上流に設置することで、ファンの空力特性や発生音がどのように変化するか研究を行っています。豊橋技術科学大学は特にものづくりとかいろんな技術に興味がある学生は自分でいろいろこうものを作ったり手を動かしながら研究ができるのですごくいいと思います。ぜひ一緒に研究教育をしていきましょう。研究室で待ってます。